ちらは言葉の面からサポートです。県内に避難しているウクライナ人を支援しようと、群馬県内の企業が県に音声自動翻訳機を寄贈しました。音声自動翻訳機ポケトーク50台を県に寄贈したのは、群馬県内の自動車販売業者相沢コーポレーションです。私はウクライナから来ました。県によりますと、現在県内にはウクライナからの避難民が5組12人いますが、言葉の壁を乗り越えることが課題の一つです。みんなで本当に多文化共生を日本から世界へと、一緒に発信していけたらと思います。県はロシアの軍事侵攻を受けて県内に避難してきたウクライナ人に、このポケトークを随時配っていく方針です。